新進騎士奨励会は日本将棋連盟のプロ騎士養成機関である。一般には単に奨励会と呼ばれることが多い。また、奨励会の下部組織に相当する研修会についても本校で解説する。奨励会で3段まで上がり、さらに所定の成績を収めると4段に商談をする。奨励会は関東奨励会と関西奨励会の2つに分かれており、 2段までは、それぞれの奨励会の中で対局する。研修会は、関東研修会、関西研修会、東海研修会、九州研修会、北海道研修会の5つに分かれている。2021年4月より、仙台市に東北研修会が設置される。対局は、関東奨励会、関東研修会が、将棋会館、関西奨励会、 関西研修会が関西将棋会館で行われる。東海研修会の対局は名古屋市中区の万章寺ビルで九州研修会の対局は福岡市中央区の電気ビル競争館で北海道研修会の対局は札幌市中央区の北海道神宮で東北研修会の対局は仙台市青葉区の駅前のぞみビルで行われる。研修会は 女流騎士を目指す者の養成機関としての機能も持つ。1928年9月23日に中島富春らの愛機家が資金を用意して東京市市一ヶ谷の安田義郎邸で東京で活動する専門騎士の弟子23名を集めて手合会を開いたのが奨励会の始まりである。この第1回手合会に参加した23名の中には塚田正雄二段 坂口正彦二段がいた。この会は、愛知家の尽力により、毎月一回開かれていたが、1931年2月に、日本将棋連盟の付属機関となった。関西奨励会は、1935年11月に、やはり愛知家が資金を用意して、大山康春六級、増田光造三,三段、南口茂和二段ら十数名で発足した。 当時三段だったマスダについては、本来は、奨励会員となるはずであったが、特別の強さを認められ三段でありながら引き続き、新聞記戦に登場していたとしている書籍もある。東公平庁マスダ構造物語では、マスダは、強すぎるから入れてもらえず、数少ない新聞記戦の成績だけで商談した。と記述がある。第二次世界大戦後は、 1947年9月に大阪市内の愛機家宅で関西奨励会が復活し、1949年6月に東京都内の原田康夫八段宅で関東奨励会が復活した。奨励会の初期定はこの時に原田によって整備された。奨励会への入会は、騎士の推薦を受けて入会試験を受けるのが通常のコースであるが、 研修会の研修生が15歳以下の時点で B1 から A2 に昇級、または18歳以下の時点で A1 から S に昇級すると、入会試験を経ずに即時に奨励会6級に編入できる。その他、成績によっては、入会試験の一時試験免除や、推薦なしでの奨励会受験などの優遇措置がある。女流騎士は、奨励会試験受験、入会の権利も持つ。 女性の奨励会員は、奨励会員としての出場が認められた、女流棋戦に出場することができる。奨励会と重責の女流棋士は、女流枠のある、棋士棋戦について、女流枠からの出場はできない。女流棋士でない女性の奨励会員は、女流棋戦でタイトルを獲得し、将棋連盟の推薦を得るか女流予選を突破する、ことで、女流枠のある、棋士棋戦のうち、竜王戦、 アキラ王戦、王座線、気王戦、帰省戦、朝日杯、銀河戦、NHK 杯、新人王戦への出場が可能である。女性の奨励会員は、6級以上で、奨励会を大会すると、日本将棋連盟所属の女流棋士になる権利がある。この時、6級以上2級以下で大会した、奨励会員は、女流2級となり、1級以上3段以下で大会した、 奨励会員は、奨励会大会時の団級位がそのまま、女流騎士の団球く級位として引き継がれる。ただし、奨励会員時に、女流騎戦に参加して、女流騎士の小団級規定をクリアしていれば、即日該当する団級位が適用される。この制度を利用して、女流騎士となった例は、岩根忍、伊藤沙え、加藤桃子、西山智香の4名。 日本女子プロ将棋協会は2級以上で大会した女性奨励会員には日本将棋連盟と同様の権利を付与するほか2018年3月までは6級以上3級以下で大会した女性奨励会員にも女流3級の資格を付与していたが2018年までにルプスサに入会した元女性奨励会員はいなかった奨励会と 女流騎士の重積は不可とされていた時期があったが、里見香奈女流参観が2011年5月に行われた奨励会一級試験に合格した後、2011年5月27日に日本将棋連盟から上記1-2の決定が発表がされた。2については、早速2011年創設の第1期女流王座戦に女性奨励会員2名が出場し、 加藤が初代女流王座を獲得した。女流騎士を目指す者にとって、かつて女流育成会が養成機関として存在していたが、2009年3月に発展的解消がされ、研修会がその機能を合わせ持つこととなった。女性の研修会員が B2 に昇級すると、女流2級の資格を得ることができ、将棋連盟、またはルプスサへの申請を経て、女流騎士となる。 なお、研修会から、奨励会入会を目指すことも当然ながら可能である。研修会からの編入を除くと、奨励会への入会へは、以下の各試験を受験主合格する必要がある。年1回、毎年8月に3日間の日程で、東京と大阪で行われる。初日と2日目は一次試験で、受験者同士で対局し、4勝で、通過、3敗で失格となる。 以前は筆記試験も課せられていたが2021年度から廃止となった。一時通過者のみが最終日に進み、奨励会員との対局と作文、面接からなる二次試験が行われる。ただし、研修会 B1 クラス以上で満15歳以下のもの、前年度の試験から1年間の間に行われた日本将棋連盟主催の小中学生全国。 大会優勝者は一時試験は免除される。最終合否は二次試験、面接試験、書類審査の総合評価により理事会が承認、決定し後日郵送で合格が通知される。受験資格は試験が行われる年の8月31日時点で満19歳以下であり、4段以上のプロ騎士から受験の推薦を得た者に与えられる。2008年からは、 満15歳以下で、研修会 C1 クラス以上、または試験開催年に行われた、日本将棋連盟主催の小中学生、全国大会ベスト4以上のものであれば、騎士の推薦なしで6級入会の受験が可能であったが、この制度は2019年度を最後に廃止となった。この場合も、入会後1年以内に師匠となる騎士を決定する必要があった。受験の推薦を得るには、 アマチュアの大会で優秀な成績を収めたり、プロ騎士などが指導する、将棋教室などで実力を認められたりしなければならない。受験可能な最下位である、奨励会6級でもアマチュア3から5段程度の実力に相当するため、入会には都道府県のアマチュア上位に相当する実力が必要である。また、入会試験では他の受験者や奨励会員との対局試験が 大きなウェイトを占めているが、これらの対局試験には、一時、二次試験とも、例対局で勝ち以上という条件があるため、入会試験に合格できるのは、受験者全体の約3割という狭き門となっている。試験に際しては、師匠の推薦により何級を受けるかを事前に申請し、合格すれば、その申請級くらいで入会となる。15歳以下であれば6級以上の任意の級で、 受験できるが、16歳、17歳、18歳は、それぞれ5級、4級、3級以上のみを受験でき、19歳は1級のみとなるとなる。19歳1級で合格した例としては、関喜博光、串田洋一、里見香奈ラがいる。従来の受験制度とは別に、1997年度より創設された。受験資格は、満22歳以下で、 アマチュア公式戦全国大会の優勝、または準優勝を経験したもので、4段以上のプロ騎士から受験の推薦を得たもの。2005年度に吉田正和、朝日山名人がこの制度による最初の受験者かつ初の合格者となる。なお吉田は受験時19歳であり、当時の受験資格である満20歳以上22歳以下を満たしていなかったが受験が認められた。 また、吉田は後に3段リーグ時点2回を獲得して4段、商段、フリークラスプロとなり、さらに勝率規定によって、順位戦参加を果たしている。試験は、年1回、8.9月の奨励会例会費3日間に行われ、1日目に対局、2日目に対局、3日目1、対局の全5局すべて、奨励会員と行う。2007年度より創設。 過去1年の6つのアマチュア全国大会のいずれかの優勝者で4段以上のプロ騎士から奨励会受験の推薦を得たものであること優勝1回につき受験1回可能2015年後期までに延べ11名が受験し2007年前期の今泉健治が唯一の合格者である今泉はこの3段リーグを突破できなかったため3段編入試験から プロ入りした者はいまだにいない。ただし、今泉自身は、奨励会を大会後、プロ編入試験に合格し、プロ入りを果たした。なお、上記の受験資格がある者は、以前に不合格となっても、新たに受験資格を得れば、編入試験は何度でも受けられる。この編入によって3段リーグ入りし、4段になれなかった者も,も同様である。 奨励会は7級から3段までで構成されている。2段までは、関東、関西にそれぞれ分かれて、奨励会員同士で対局を行い、段級くらいに差がある場合は、駒落ちで対局する。規定の成績を収めた時に昇段・昇級することができる。3段は、関東、関西合同のリーグ戦で3段同士のみの対戦となり、成績優秀者が4段昇段となる。 なお入会金は10万2800円。会費は段級くらいに関係なく月1万250円。昇級、商談高級、後段4段以上には、後段の規定なし。万21歳の誕生日までに、初段、万26歳の誕生日を迎える3段リーグ終了までに4段に、商談できなかったものは大会となる。ただし、以下の場合は延長して在籍できる。 奨励会発足時は年齢制限がなかったが、1968年に満31歳の誕生日までに4段に、商談できなければ、奨励会を大会という規定を設ける。その後、1982年に満26歳に引き下げられて、1994年に上記の延長規定を追加した。勝ち越し延長適用後に4段商談を果たしたのは、増田裕二。 山本信也、宮本博士の3名。現在の三段リーグは1987年度より開始されたものである。三段リーグ上位成績による四段商談者四段商談に関する記録女性奨励会員の記録1955年度までは三段での成績により四段になっていた。当時の将棋連盟の財政事情により商談者を 調整するために三段リーグが作られた。この期間にあっては一年度に四段商談できるものは2名、または3名に限られた。1974年度から1986年度までは三段リーグがなく、74年度からしばらくは二段以下と同じ商談規定であった。一年間に四段商談できる人数の上限がなくなり、1975年度には8名。 翌1976年度には7名の新四団が誕生している。この結果1975年度の第30期順位戦では19名であった C 級2組の人数は開催休止と奇数調整を経た時期の第36期順位戦では33名にまで急増している。このため四団商談規定は早々に9連勝または 良いとこ取りで13勝4敗に改められたが、それでも1980年度には8名の商談者を出すなど、その後も多数の新4弾が生まれ続けた。現在の規定による形式で3弾リーグが復活。1年度における4弾商談者が原則として4名に限られる。四段以上が順位戦 C 級二組から高級した場合に、奨励会三段と同様に、 旧三段リーグや東西奨励会で指すことがあった。順位戦 C 級二組からの三段リーグ陥落後に順位戦 C 級二組へ復帰を果たしたのは3名のみである。1992年4月からの大会者より奨励会員及び指導騎士だった者がアマチュア棋戦に参加することに関して規定が設けられている。 2006年3月31日までの規定では、初段以上で、奨励会を大会した者は、2年間日本、将棋連盟主催、共催等のアマチュア棋戦に参加できない。9くらいの者は1年間参加できない。2 0 0 6年4月1日改定の規定では、初段以上で、奨励会を大会した者は、1年間日本、将棋連盟主催、共催等のアマチュア棋戦に参加できない。 復帰の規定はあるが、まだ大会していない現役の奨励会員によるアマ大会への参加の可否については公表されていない。かつて存在した組織で名人の卵の会とも呼ばれた。現在の研修会に近い存在だったが、研修会とは違い、9位は奨励会と連続していた。従って7から10級は奨励会初等化の9くらいと位置づけられていた。 初等科の経験者で騎士となった者として、米長国を、高島明子、野本虎安江正強がいる。実業家の門川嗣彦は、高柳と夫名誉球団門下で、奨励会初等科に在籍した経験を持つ。研修会は、日本将棋連盟が将棋を通じて、健全な少年少女の育成を目指すことを目的として運営している組織である。1983年を発足。 関東、関西、東海、九州、北海道の5地区にあり、それぞれ毎月2回の例会が行われる。2021年4月より、仙台市に東北研修会を開設予定。奨励会の株組織と言われることがあるが、奨励会入会が基本的に19歳未満を年齢制限とし、最低でアマ3.4段以上の実力が要求されているのに、 比べると緩く、20歳までの在籍を認めるなど、必ずしも、プロ騎士の養成を目的としない点で大きく異なる。一方で、奨励会入会試験に不合格であったプロ志望者の救済組織としても位置づけられている。研修会で実力をつけて、奨励会入りを果たし、プロ騎士となった者も,も少なくない。研修会のクラスは S、A1、A2、B1、B2、 C1、C2、D1、D2、E1、E2、F1、F2 という構成である。B1 在籍者が A2 に昇級した時点で15歳以下、または A1 から S に昇格した時点で18歳以下で、あれば、奨励会6級に編入できる。昇級規定は、下記の通り。一般研修生は、20歳以下のアマチュア有段者の、少年少女。 女流騎士希望研修生は25歳以下の女性で、女流騎士を志望する者、一般研修生とは異なり、師匠が必要。入会にあたっては、試験が行われ、その結果に基づいて、各クラスへの所属が決定する。居住地による所属の制限はなく、入会希望者本人が合格後に在籍したい、研修会の試験を受けることになる。 沖縄在住の者が関東研修会の試験を受けることも可能で合格し入会が認められれば沖縄在住のままでも関東研修会に在籍できるが複数の地区を掛け持ちすることはできない。やむを得ず所属を変更したい場合は遺跡扱いとなる。最下位のクラスである F クラスでも入会するにはあまり2段程度の実力が必要である。 2008年度まで存在した女流騎士育成機関である女流育成会を廃止し、2009年度から女流騎士志望者は研修会に女流騎士希望研修生として入会するシステムとなった。一般研修生と女流騎士志望研修生は相互に対局し、昇級規定も同じである。入会後の対局数が48局以上で、かつ C1 から B2 へ昇級すると、女流2級の資格を得る。ありがとうございます。